西村大臣、マスコミを批判、切り取り報道で、本日国会において西村大臣が政府と小池都知事の GoTo に関するやり取りについて、一部分、一部分だけを切り取られることは本当に残念でありますと、マスコミの切り取り報道を批判いたしました。この答弁に対して立憲民主党の議員は、 切り取られるのが悪いと正当化しておりましたが、まあ、この政府と都知事のやり取り、私も報道は確認しておりましたが、まあ、筋が悪いなと判断し、動画にはしておりませんでしたが、日本政府には現在、SNS を活用すれば、国民の皆様に大量の情報を正確に発信できるという、 メリットがございますので、ぜひとも今後とも SNS の活用を進めていただき、また SNS が活用できない方々に対して、まあ、例えば NHK の教育テレビを政府の国営放送に変更して、政府が国民に対して正確な情報を、必要な情報を 提供できる報道機関の創設などについてもぜひとも検討していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました